縄記念昆虫館。縄記念昆虫館。屋根の鬼飾りに、久田吉之助の蝶のテラコッタがある。久田吉之助のテラコッタ。揚げハ蝶をモチーフにしている。屋根の鬼飾りのオリジナル。縄記念昆虫館。久田吉之助のテラコッタ。昔ヤンマ縄記念昆虫館像。久田吉之助のテラコッタと同じ形にした。昔ヤンマ標本。 縄記念昆虫館。中京生の特徴を正確に捉えていることがわかる。春光寺は屋根も久田吉之助が特許を取った東西平河原であった。屋根の端の部分には蝶が掘られている。縄記念昆虫館像。久田吉之助特許7331号。日本で最初のタイル特許。久田吉之助特許26773号。 宅泊を防ぐ工夫がなされている。久田吉之助7月24日から1918年11月24日は日本の東高、タイル、西洋瓦、テラコッタを製造した日本近代建築東西の先駆者の一人。愛知県北郡西の浦町の裕福な海運業者の家に生まれる。建築東西の製造を志し、自宅の表庭に小釜を築造し、 二年間、新色を忘れて、建築資材の改良を研究した。生命までもなくしても、到底世に売り出すようなものはできないから、今日限りやめるようにとの忠告にも耳を貸さず、釜資料機械器具の改良、工場の拡張を重ね、1904年、ついに平河原の特許を得るに至った。赤レンガが主流だった、日本の洋風建築でも、白色レンガや、調布化粧レンガ、 ギリシュケンバラ、装飾テラコッタなど、多様な建築材料が使われ始めていた。その潮流の中で、久田吉之助は、後に、京都帝国大学に工学部建築学科を創設し、関西建築界の父とされる、建築家の竹田51と出会い、その指導のもと、タイル、西洋瓦、テラコッタの製造を進め、装飾レンガでは、横川民助の備前、 武田十一の地田と並び称されるまでになった。久田工場は10名前後の職工を抱えており、皆長く務めていた。大きな収益が上がった際には、全員を車座に座らせ、おのおのの前に広げさせた風呂敷に、銀行から下ろしてきた分厚い一円札を数えもせずに、放り込み配ったという。当時の用業の常として、収益がない時には、無給状態になったが、 職工たちとその家族に粗末とはいえ3度の食事を出していた。1907年春行の縄記念昆虫館のために無誘脂式炭鉱食タイルを調整した。同建築は現存する外壁タイレブサバリ洋風建築としては日本最古とされる。武田五十一も昆虫採集の都であり、昆虫沖縄として知られた在野の昆虫学者。 名は安氏に指示していた関係でこの設計を引き受け、昆虫の装飾テラコッタを、久田吉之助に制作させて、ファサードに掲げた。主ネの鬼飾りは、揚チョウをモチーフにした、テラコッタ。玄関のひさしの上は、日本古有種の昔、ヤンマをかたどったテラコッタである。特に昔ヤンマの造形は、中京生の特徴を捉えて正確であり、久田と、 名は安氏との間で相当綿密な打ち合わせがあったことを伺わせ、久田吉之助の卓越した技術と真摯な取り組みを今に伝えている。昭和初期に美術タイルテラコッタの名手として建築家たちから高い評価を受けた池田新山は京都市立陶磁器試験所附属練習所に学んだ後、常波の久田工場でテラコッタを学んだ。久田吉之助が 建築東西を納品した建物、久田吉之助についてのまとまった文献は、久田と対立していた帝国ホテルの牧口銀四郎の手記、帝国ホテルのすだれレンガしか存在しない。九百六十四六十六年に月刊日本クリーニング会に連載された連載原稿を修正し、解説を加えた形で、二千六年、古水野平吉氏保存帝国ホテルのすだれレンガが、 観光されている。1915年、帝国ホテルに建て替えの設計を依頼されたフランク・ロイド・ライトは、アメリカ製の黄色いスクラッチレンガの実物見本と、穴抜けレンガの青写真を送ってきた。アメリカ製は高価であったため、国産しなければならなかったが、当時日本で焼かれていたレンガは、赤色系がほとんどであった。帝国ホテルは困惑したが、重役、村井吉兵衛が、 自らの別荘のタイルが黄色系であることを思い出した。そのタイルを焼いた、久田吉之助の名が浮上し、1917年早春、久田は上京して、帝国ホテル支配人、林愛作との面談の後、スクラッチレンガを発注されることとなった。来日中のフランク・ロイド・ライトも自らとこなめに、おき、久田吉之助が推薦するレンガ原料年度産を、視察している。 1917年早春の発面会の時、翌月には見本をお送りしますと約束した、久田吉之助だったが、なかなか見本は送られてこなかった。6月、林愛作支配人が見本を督促すると、久田が支払いが滞って、石炭の供給が停止されていると遅延の理由を述べたため、帝国ホテルは大倉組から数万金の石炭を送ったが、 久田はそれを資金繰りのために転売してしまった。困惑した、林支配人は、蔵前の東京高等工業学校用業科の教頭、平野光介に相談し、有田の出身で、元、常並陶器学校校長の寺内真一を紹介された。当時時内は55歳ほど。寺内が校長を務めた常並陶器学校は1899年に創立、 小学校を終えた5人ほどの生徒を教えるごく小規模なものだったが、1910年の第10回関西府県連合共振会で審査会の選票委員を務めているところを見ると、寺内は技術者としての見識を認められた人物だったと考えられる。ちなみに、稲生党の稲長三郎は、常波陶器学校の第一期生であり、 第10回関西府県連合共振会は夫婦た明、村瀬二郎マロが和製マジョリカタイルを稲初の進むが和製モザイクタイルを国内で初出品した日本タイル工業史上特筆すべき共振会である。1917年7月初旬、寺内真一は帝国ホテルに招聘された技師として常滑に赴任。寺内はこの文では ホテル建設の期限に間に合わないので、久田との公約を一切破棄し、ホテル局への作業として出直す。全責任者として、ペラ打ちを派遣するという林支配人の意向を伝えたが、久田は、そんな勝手な言い分はない。私は、私として、林さんとの約束を実行するまでだ。僕は、土のことから心配し、万事林さんのお指図通り、働いてきたものだ。 仕事はこれからだと納得しなかったが、久田工場に家賃を払うという寺内の提案に、しぶしぶ応じた。1917年8月、久田工場で仕事を始めた、寺内新一だったが、まだ、黄色いレンガを焼くことはできずにいた。寺内が、より敷地の広い沢田土管工場を借りる契約を結ぶと、久田との圧力はさらに高まり、久田は、レンガの焼き上がる直前に、 釜の入り口を破壊するなどの行動を繰り返したという。寺内は技術に専念したいので会計主任を派遣してほしいと林支配人に要望した。9月、林支配人は事態を収集しようと26歳の帝国ホテル従業員、牧口銀志郎を会計主任としてとして常めに派遣した。東京の若きホテルマンであった牧口は 養業産地独特の仕事のやり方に苛立ち、久田との間に激しい対立が生じた。久田吉之助も土のことから心配しと言っていたように、当時の投稿は粘土の出る山を剪定することから始め、生成のための窯や工作機械を自作し、その上で生成実験を繰り返して成果を出す、長いスパンで仕事に取り組むのが常であった。例えば、 久田に指示したこともある、池田新山が、東京国立博物館の鬼瓦制作の仕事を、受け負った際には、黒瓦の産地の愛知県高浜市の、山州瓦の製陶所と組んで講師会社を設立し、3年間かけて、制作を行っている。東京のサラリーマンである、牧口銀四郎はそうした要業のありようを理解せず、そもそもライトさんがわざわざ、 トコまで土を見に来る必要はなかったなど、土の選定が重視されること、また設備費を要求されることへの反発を繰り返し、綴っている。都会の近代経営の会社組織から派遣されてきた技術者、管理者とトコの投稿、職工たちとの圧力は、久田吉之助の事例に限ったことではなく、よくあることであった。トコの職工には、 農業の傍らの亀作りという意識が根強く残っており、農業祭事があれば朝から工場を休む一方で、俺たち働き度は弁当箱とは違いという職人としてのプライドがあった。1921年に日本陶器の大倉和地からの出資を受け、稲政党所が発足した際にも赴任してきた大倉の懐刀が規律の厳正化を求めて、 職工たちの反発を買い、袋叩きにしてやると凄まれる事態になっている。巻口を任命する際、林愛作主配人が、君は肘方社会におったような経験はないかねと聞いているのに現れているように、帝国ホテル側には、久田吉之助の武田51のような有名建築家と仕事をしてきた、実績への敬意はない。牧口は、十六歳の時から東京に勉学に行き、 寺内真一と同じく、東京高等工業学校を卒業して経営者の道を歩んでいた、稲長三郎宅に親しく出入りするようになるが、稲長三郎の電記にも、久田吉之助については、前に借りていた、工場主とのいざこざとあるのみで、その名前さえも記されていない。沢田忠義工場の敷地を借りた、帝国ホテル直営のレンガ製作所の準備は着々と進み、 牧口銀四郎が工場主として届け出が行われた。1917年9月、牧口銀四郎は買収してあった久田の部下からの情報を得つつ、久田吉之助の工場からの完全な離脱の木を伺っていた。そして地元のヤクザ親分に応援を求め、これまでレンガ調整のために、久田工場で整えた木口貝類や工場内にあった。 レンガ製品をすべて引き上げ、帝国ホテルレンガ製作所へと移転させた。この騒動は、新聞沙汰となり、名古屋の先駆けという新聞に、帝国ホテル派出院の暴行、西の浦町はさながら火事場のことしという一号活字が、踊ったという。しかし、一点ご飯としたっても、帝国ホテルレンガ製作所の技術師、寺内真一は、黄色いレンガを焼くことができなかった。 1918年2月のある日、久田工場から引き抜いた職工の一人が巻口に、寺内さんがレンガを焼き上げる寸前に、久田が、腹心の釜焼きに命じて、釜の出入り口を開放させたり破壊させたりして、空気を入れると、黄色いレンガが焼けたのを見ました。それをやってみてはいかがですか、と、久田吉之助のやり方を告げた。久田は、窯に酸素を入れて、 完全燃焼させる酸化焼成の技法で黄色いレンガを焼いていたのである。久田が焼ける寸前に釜の入り口を破壊することを寺内と牧口は暴力的な嫌がらせとしてしか認識していなかったが、久田は釜の破壊によって酸化焼成を起こさせ自分には寺内にはない黄色いレンガ焼成の技術があることを示していたのだ。久田工場引き上げ騒動の時に 久田工場から持ってきていたレンガの中に黄色いレンガが混ざっていることを確認した牧口は久田の手法を試すよう寺内に進言する。しかし寺内はこれを受け入れず突然辞任を表明する。晩作尽きた牧口は黄色いレンガの調整は不可能と林支配人に報告するが慌てて常滑に視察に来た林は牧口が 久田工場から取り上げてきた黄色いレンガを見て感激。君こんなに立派なものもあるではないか。一つ頑張ってみてはくれぬかと言い。牧口は、その方法についてはいささか心当たりがございます。寺内さんにはすでにおすすめしているのですが、どうしてもおやりになりません。林支配人は、それならば、今度は、君の思い通りにやりたまえと牧口に指示した。寺内は、技術顧問を、 稲発の進む、経理顧問を、沢田忠義に託して、故郷のありたいと去っていった。1918年3月、牧口は、釜焼きの親方、水野を呼んで、久田吉之助がやっていた、参加調整を試すことを頼んだ。しかし水野は、そんなことをしたら釜が壊れると顔色を変え、承諾しなかった。重ねて説得すると、水野は、暑田の秋、 早間別院に参じて、火祭りのご祈祷をしてからならばとようやく応じた。二人は盛大な祈祷を行い、安全守りの大きなご札を書くよう正面天井の大柱に貼り付けて礼拝し、その後参加調整を行った。久田吉之助の黄色いレンガ調整方法は、それほどまでに型破りなものだったのである。久さ吉之助は九百十八年十一月、病没。 41歳の若さだった。a b c d e f g ナ n ク x 日本のタイル、工業誌編集委員会編、日本のタイル工業誌。イナ n ク x 西の浦町誌。西の浦町。ABCDEFGHIJK、子、水野平吉市保存帝国ホテルのすだれレンガ。イナ n ク x ライブミュージアム。AB、水と風と光のタイル、会。 エルライトが作った土のデザインイナックスミュージアムブック。イナックス出版。AB、ナワ昆虫博物館 HP。ナワ昆虫博物館。2019年8月1日閲覧。長楽館 HP。長楽館。2019年8月1日閲覧。ABCD 小林昭一著、稲長三郎。稲生刀。 関西府県連合共振会調査報告第10回大阪市博物館建築研究会編昭は初期の博物館建築東京博物館と東京提出博物館東海大学出版会ありがとうございます